愛する光の友よ。振動周波数に気づいているかどうかにかかわらず、すべてが常に動いていることを真実として知ってください。あなたの体はあなたの魂にとって神聖な器です。動くエネルギーはあなたのために好ましい結果をもたらすために内部で変化し適応しています。知恵と選択の変数によってあなたの人生における不和を防ぐ境界を作るのはあなた次第です。形を取った核魂には、継続的に浄化及び修復する必要があるエネルギーフィールドがあります。光のエネルギーフィールドは、大音量の音楽、厳しい言葉、または他人を傷つける選択では維持されません。多くの場合、周囲のフィールドのエネルギーが毒性のある低周波に侵略されると、体内で病気が発生します。症状が体内に現れる前に、体の周りのエネルギーは常に変化します。体内で治癒が観察される前に、エネルギーは常にフィールド内でより高い周波数に変更されます。すべては存在の体と心の力でつながっています。形を取った核魂には、気分、言葉、視点に応じて変化する色で動くエネルギーチャクラとオーラがあります。体の周りの何フィートもの拡張領域も内部と外部の投影によって変化しています。家庭や職場環境では他の人のエネルギーフィールドを共有していることを覚えておくのが賢明です。店やレストランに入ると感じられるエネルギーを共有します。周囲の周波数に気づくと、エネルギーを認識するスキルが非常に役立ちます。理由がわからないまま惹かれる見知らぬ人がいます。また、毎日出会う多くの人々は、距離を置くとエネルギーも感じられるため、有害です。境界線を設定することを学ぶことは、すべての人の健康にとって不可欠です。低周波と高周波を、区別する達人になれば、大いに助けになるでしょう。誰かが判断を誤り、怒りや混乱を投影したからといって、必ずしもその人が有害であるとは限りません。このような瞬間に必要となるかもしれない親切や提案をしてください。しかし、エネルギーが落ち着くまで、心と精神を守ってください。その時初めて、賢明な選択をすることができるのです。完全に、そして絶対的に闇の存在はほとんどいません。人間の大多数は、ある瞬間には低い振動を選択できる一方で、他の多くの時には、高い振動を達成するという特性を持っています。二元性があなたの現在の現実であるため、白黒の考え方を持たないように、最善を尽くしてください。あなたは、魂の光と共にのみ完璧です。魂の現実は、慣れ親しんだ存在の状態として、最も高い振動周波数に戻ります。記憶と境界は、あなたの内なる世界と深く結びついています。あなたは、自分が間違いであり、可能だと思っていた努力に何度も失敗してきたと信じているかもしれません。眠ろうとすると、記憶が精神にあふれ、夢にあふれ出します。自分の心の中に境界を設定することで、存在を落ち着かせ、休息を取ることができます。思考のエネルギーとしてのみ存在する記憶の代わりに力の肯定を伴う瞑想を行うことができます。最後に提供される境界は未来の思考の創造です。許されるすべての思考を平和のエネルギーが取り囲むようにしてください。平和と美に満ちた他の光に満ちた存在と共に輝く自分自身を見てください。あなたは本当に無限の光の魂であることを認識してください。訪問思考が邪魔をしたときは、それを無視してもう一度始めてください。あなたはあなたの目覚めの夢の創造者です。目覚めている夢のあらゆる瞬間に
あなたに役立つ教会を選択してください。光に仕える私はアカツです。エイイケマイヤ、あなたをとても愛しています。